What's going on guys? ダンクマンヨシです。最近アメリカはね、特にロサンゼルスはコロナの感染がすごくて、もう完全な右肩上がりやね。今のところね、ロサンゼルスだけでもトータルの感染者数は 36.5万人、死亡者数に関しては約7500人と、この感染者数に関しては毎日何千人のペースで上がっていってるから、もう本当にコロナばっかりよロサンゼルスは。そのおかげでお店は閉まるわ、ジムは閉まるわで、本当にもう不便やし、早く収まらんかなと思ってるけど、日本はどうですか？コロナは流行ってますか？なんか東京でやばいっていう情報はちらほら入ってくるけど、皆さんもね、ぜひこのこれから寒い時期に入っていくけど、コロナの感染には十分に気をつけてください。というわけでね、今回の名言紹介はこの方、コービー・ブライアント。その名言とは、 Pain doesn't tell you when you ought to stop。 この痛みがあなたに対していつやめるかを伝えるべきではないんだと。 Pain is a little voice in your head that tries to hold you back。 この痛みとはあなたの頭の中にあって、それはあなたのことを邪魔してくると。 Because it knows if you continue you will change。 それはなぜかというと、あなたがやめなかったらあなたは変わっていくからだと。これも素晴らしい名言やね。人は生きていく上でいろんなところで痛みを感じるよね。もちろんその物理的に怪我をした痛み、でもそれより多分多いのは嫌なことに遭遇した時の痛み、恋愛で悪いことが起こった時、学校や会社で人と揉めた時、もしくは家族内で何かトラブルがあった時、もしくはスポーツや夢に挑戦していてそれに対して失敗した時、人は痛みを感じるよね。そしてその影響でやる気がなくなって前向きにね、動かんくなっていくんやけど、コービー曰く、この痛みがあなたの動きを止めるべきではないんだと。っていうのは、もしあなたが痛みがあったとしても諦めずに頑張り続けたらあなたは変わっていくから、この痛みというのはあなたのことを邪魔しようとしてくるんだと。要は障害物やね。だからね、もしこの動画を見てる人の中で最近学校や職場、家族内で嫌なことがあったり、または夢を追いかけてきて失敗して落ち込んでいるとしても、その痛みとはあなたがいい意味で変わっていくのを食い止めようとしてるだけなので、それに負けずにコービーが言ってるように頑張って行動し続けて変わっていきましょう。というわけで今回の企画はレイカーズトークなんやけど、この動画もね、少しでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、もししてない人は早くね3万人に到達したいので、登録の方もぜひよろしくお願いします。前回優勝したばかりのレイカーズ、俺はそんなに布陣は変えてこんかなと思っとったんやけど、意外とかなり変わってきたね。もちろんチームの核のレブロン・ジェームス、彼は動かんのやけど、アンソニー・ディビス、彼もまだ契約を詰めてるっていう状況で、一部の報道ではもうほぼほぼ契約も完了してると出とるね。だからこのメインの2人は変わらんのやけど、この二人以外で結構変化が出たと。このレイカーズの GM ロブ・ペリンカは、このオフシーズンが始まる前にレイカーズ連覇に向けて今回も動いていくと、その言葉は本当やったようで、結構動いてきたよね。それではまず一つ一つこの動きを振り返っていきましょう。まず一番最初に動きがあったのは、デニス・シュレーダーとダニー・グリーンのトレードやったね。このダニー・グリーンはね、シューターとしてスリーポイント、特に数字に現れにくいディフェンスでかなりレイカーズには貢献したんやけど、残念なことに彼はオコラホマへトレードされて、でも結局また彼はその後にシクサーズにトレードされたね。新天地でも頑張ってほしいよね。そして彼の代わりに入ってきたデニス・シュローダー、彼の選手としての特徴はやはり上背はないけど、シュート能力、そのオフェンス能力、外からのシュートは得意としているし、何よりもそのスピード、レイカーズはね、速攻を得意としてるチームなんやけど、このシステムにかなり彼は合いそうやね。来シーズンもね、ディフェンスリバウンドを取った後のレブロン・ジェームスが速攻で走っているデニス・シュレーダーに長いパスを出している光景がもう目に浮かぶね。あと彼はディフェンスでも結構評価されとって、ダニー・グリーンがおらんくなってウィングプレイヤーのディフェンスがっていう声もあるけど、彼もその辺のディフェンスに関してはやってくれると。年も若いし、ぜひね期待していきましょう。そしてレイカーズがこのデニス・シュレーダーに動いた大きな理由として、この時点でチームのプレーメーカーレジョン・ロンドが移籍することがほぼほぼ決まっていたと。だからね、デニスの獲得に動いたんやけど、レジョン・ロンドといえばね、シーズンを通しても活躍してくれたんやけど、特にプレイオフね、前々から彼はプレイオフロンドと言われとって、プレイオフに乗ったらパワーアップすると、大活躍してくれると。結構ね、俺も含めて半信半疑の人多かったんやけど、確かにプレイオフで人が変わったかのようにレイカーズを引っ張って大活躍したよね。間違いなく優勝には貢献したんやけど、そんな彼もアトランタ・ホークスにトレードされたと。そして余談やけど、ホークスはね、レベルをかなり上げてきたね。この昨シーズンね、ほぼほぼ最下位やったホークスがプレイオフレースに絡んでくる可能性も大いに出てきたと。そしてレイカーズに話は戻るけど、このデニス・シュローダーに加えて
バックスのウェズリー・マシューズも獲得したと。彼はね、33歳と年なんやけど、俺の中ではかなりレベルが高いシューター。昨シーズンのスリーポイントの成功率は 36%、 スリーは約 4.4 本打って 1.6 本決めてると。だからまあここはダニー・グリーンのシュートの部分を補った感じかな。自分の中ではブレイザーズのイメージが強いけど、昨シーズンもそんな大きな怪我もなく、ほとんどバックスの試合にスタメンとして出とったから、レイカーズでもかなり期待が持てそうやね。そして次に動きがあったのはセンターのドワイト・ハワードね。彼はもともとレイカーズに残る意向やったんやけど、彼がどういった経緯で移籍していたかっていうのはぜひね、前回の動画を見てみてください。そんな感じでね、彼はシクサーズに移籍して、おそらくね、ジョエル・エンビードのバックアップセンターとしてやっていくと思うんやけど、彼は本当にダンカーとしても大好きだから、新天地でも頑張ってほしいね。そしてレイカーズは彼を失ったんやけど、その代わりにまさかのライバルチームのあのモンテレス・ハレルが入ってくると。身長は2メートルくらいでそんなに高くないんやけど、基本的に彼はこれまでクリッパーズではセンター枠で使われとって、インサイドでのプレーを得意としてるね。センターとしては身長は低いかもしれんけど、その分体はがっちりしとって力強いし、何より彼はシックスマンとして知られとってチームに勢いを与えてくれると。そう、彼は昨シーズンのシックスマン賞なんやけど、よう考えたらデネス・シュレーダーもシックスマン賞の2位やったんよね。だから昨シーズンのシックスマン賞の1位と2位が一気にレイカーズに来てくれたと。そういった意味ではこれはでかいよね。ただモンテレス・ハレル、外のシュートに関してはいまいちで、スリーに関してはほとんど打ってないと。まあそういった選手なんやけど、その他の動きとしてはレイカーズはフリーエージェントだった KCP との再契約にも成功したね。それ以外ではたたさっきマーキフ・モリスとも再契約に成功したと。これはレイカーズとしてはいいニュースよね。二人ともプレイオフではかなり貢献しとったし、シューターとしてもね、優れとるから。そしてついに、センターのジャベウ・マギーもトレードされると。彼はキャバリアーズに行ったね。だけどレイカーズはその直後に、ラプターズのマーク・ガソルを獲得と。彼は35歳と結構年なんやけど、有能センターとしてかなり期待が持てると。あと彼は外のシュートも打てるしね。センターとして1試合3本以上打ってるのって結構すごいことよね。とまあ今のところこれがレイカーズが行った人事なんやけど、とりあえずね、レイカーズの現ロスターを確認していきましょう。ガードはデネス・シュローダー、アレックス・カルーソー、KCP、ウェズリー・マシューズ。この4人で回していくんやね。フォワード、レブロン・ジェームス、マーキフ・モリス、カイル・クズマ、アンソニー・デイビス。そしてセンターのポジションにモンテレス・ハレル、マーク・ガソル。そしてこのポジションには臨機応変にアンソニー・デイビスとかも入ってくるんやろうけど、今のところレイカーズのメインのロスタープレイヤーはこんなところだと。そしてスタメンの予想ね。センターはマーク・ガソル、パワーフォワードアンソニー・デイビス、そしてレブロン・ジェームスがポイントガードで、ウィングの2人はアレックス・カルーソは入れてくると思う、おそらくやけど。そしてもう一つのポジションをね、おそらくカイル・クズマ、ウェズリー・マシューズ、 KCP あたりで争っていくかもね。そしてデネス・シュローダーとモンテレス・ハレルはベンチからインパクトを与えることに長けとるから、この2人はそういった役割になってくるんじゃないかなって思ってるけど、うん、多分こんな感じだと思います。皆さんはどうなっていくと思いますか？ぜひぜひコメントしてください。はい、ってな感じで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。